ワンダフルワンワン、キースケです。クエタです。最近人気急上昇の2人に50の質問してみたら、いますか。います。お、いないです。お、どう取るかですね、これは、うん、想像に任せた方が面白いで、ここは。そうですね。お客様好きになったことありますか。はい、まあ、あります。あります。お、好きかも、までなら。ああ、いや、聞きたかったらぜひお店で。お店で、はい、酔っ払ってたら多分何でも喋る。はい、31番。はい、S ですか M ですか。どちらかといえば S。 M ではないです。初体験はいつですか。初体験は18です。18歳、高校1年生の時。高校1年生、15歳、6歳。15歳、6歳ぐらい。ああ、どうなんですかね、その速さ的に言ったら。15、6って速い方じゃないですか。はい、もっと踏み込みます、この辺ね、はい、皆さんがもうワクワクするゾーンですね。やだ。最近いつキスしましたか。 NG なし。キスしたのは2、3週間前。俺はなんか月曜日の朝方にゆうすけおばあちゃんから一方的にちょっとペッチョされてた。最近いつ自らしましたか。でも4日前とか。4日前。今日です。はい、次。次で、はい、次いきます。最近いつ対戦しましたか。それこそ3週間とか。春。あ、じゃあもう、うん、夏と秋はまだ来てない。来てない。みんな冬支度してる。夏と秋来てない。まだ来てないです。攻めたいか攻められたいか。僕は攻めたい。9割攻めたい。9割、あ、1割は攻められたい。ああ、何割ですか。10割。僕はもう10、10攻めたい側です。へえー、続いて好きなシチュエーション。僕はもうなんか気づいたらこう手出ちゃってるみたいな。ああ、そういうことか。あ、そうか、攻める側の感じがいいですか。ああ、どっちかというとこっちがもう作る感じですね、攻める側の方。そうです ね。好きなシチュエーション、俺普通になんかご飯食べるとか、うん、なんかネットフリ見るとか全部終わった後の普通に眠いから、うん、ベッド行こうみたいな感じで行って、うん、触れ合ってムラムラしてみたいな。あ、そういう相手にはもうこんなことしてあげたい、よしよししてあげたい。ああ、逃げた逃げたぞ、これは。それでもそれだから春で止まってる可能性ありますけどね。そうそうって言われちゃう。服を脱がせはしたいです。ああ、自分でこう、あ、そういうこと、ね、脱ぐんじゃなくて、はいはいはい、脱がせてあげたい。ああ、やってあげた方がね。そうです。攻め手側の脱ぐタイミングもむずいですよね、うん、向こうが受け身パターンな場合ね。何の話してんの。なんで僕まで話すの。みんなで作る。みんなで作る。こんなことをされたい。あ、でも上に乗られたいっていうので、乗られるっていうか、膝の上とかにこっち向きで乗られたいみたいなのあります。甘えん坊スタイルみたいな。そうですね。あ、ハグされたい。ハグされたい。多めに、うん、多めにたっぷり愛情注がれたい。愛情注がれたい。ぶっちゃけ性欲強いですか。強い方だと思います。全くないです。全くない。ない。全くない。ない。ないっていうか、うん、なんだろう、多分好きな人にしかムラムラしないんで。ああ、そういうことね。他の男とか別に見ても何もなんない。欲が強いからの発信の方はないってことですね。ないです。ありますか、逆に。もう体験誰でもいいみたいな。誰でもいいはない。誰でもいいはない。確かに。誰でもいいはないですけど。そりゃそうですけどね。まあちょっとはね。まあちょっとは。ある。人並みには。人並みにはそれだと。人並みには。フェロモンの元ですから。そうなんです。いいことです。ここからちょっと好感度上げる質問いきます。はい。はい。尊敬してる人いますか。有名人でも身近な人でも。見せ子してるって意味では。うん。なりままは尊敬はしてる。おお。見てますか、なりまま。意外。意外。ご飯連れてあげて。俺は青で言えば、ユースケさんとか、まさくんとか、なんかめっちゃはっちゃけてわーわーやってくれてる人が尊敬します。42番、はい、座右の銘ありますか。はい、良い花は後から、お酒は20歳から。いい意味自体は、その、うん、普通の綺麗な花より、うんうんうん、この咲くまでに月日がかかった花の方が綺麗です、はいはい、美しいですよみたいな感じの意味で、まあ、何でも最初からできちゃうよりは、はいはいはい、こう経験を経て、はいはい、できるようになった方がいいですよ、うん、みたいな感じ。下積みがあった方がみたいな。そうですね。いいですね。で、何でしたっけ。お酒を買ってしまった。よろしくお願いします。はい。自分が落ち込んでしまった時に何して回復させますか。気分転換みたいな。とりあえず食べる。あ、美味しいもの食べる。いいですね。はい。何食べますか。
がっつり食べます。あ、がっつりな、うん、焼肉とか。あ、確かに食って忘れる人多いですよね。うん、ちょっと気をつけないね。そうですね。俺はドライブしたりとか、まあ、ゆうすけさん大好きなんで、はいはい、ゆうすけさんの面白い動画を見て、はい、笑けて、はいはい、回復します。44番、お仕事楽しいですか？楽しいです。はい、はい、もちろんでございます。はい、なんか具体的にあれば、楽しかった瞬間とかやっててよかったなみたいな。例えばお酒をかけてゲームして、なんか勝ち続けて、うん、苦しんでるのを見ると、うん、ドエスドエス。あ、いいです。はい、具体的な。結構リアルな話なんですけど、あ、クータがいたから楽しいし、うん、これからも来たいと思うからシャンパン入れるみたいな言われたことあったりとか。最高の褒め言葉じゃないですか。中抜けしてて、うん、戻ってきた時にたまたまエレベーターで新規のお客さんに会って、はいはい、ほんと初めまして、うん、なのになんかシャンパン入れるとか言ってくれたり、あってなんか楽しいみたいな。楽しい、まあ、最高ですよね。あ、だってゲイバー店員として一番の褒め言葉というかね、うん、そうです、一番ありがたい評価の形ですから。そう。仕事辛かったことありますか？辛かったこと、それこそ、うん、なんか何を話しても盛り上がらなかった時は、うわー、きつい、ちょっとあれですね。まあでも、まあね、実力不足ですけど、しょうがないところもありますからね。あ、まあね、あるんで、やっぱありますね。まあまあ、結構は。俺はなんか錬金とか続いて、はいはいはい、ほんとヘロヘロの時に、なんか出勤 1,2 時間ぐらいぶっ潰れたこと。うわー、復活しますか？潰れた復活はします。起こされれば絶対復活はします。ああ、いいですね。まあ、揺らしてね、ちょっと出ちゃう可能性それだけは揺らしすぎないように青チャンネルで好きな動画、僕は、はい、ゆうすけさんと2人で、ああ、話し取ったやつ、はい、あれ、ソファーに、そうです、ソファーで、はい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 、並んで撮ったやつ。あ、あれ良かったですね。あれが一番好きです。好きっていうか、思い出に残ってるのは一番最初のりゅうちゃんに撮ったやつ、はい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 、はい、自己紹介動画と、うん、あとゲイの歴史、はいはいはい、のやつですね。ありましたね。あれもおもろかったですけどね、うん、ちょっとあまりにもインパクト強すぎたのか、あんまり満足なかったっていう今度自分が出てなくて、あおちゃんの好きな動画、なりさんは、はいはい、元みせこさん、はいはいはい、とドライブしてるやつです。え、俺はもうそれこそ本当ゆうすけさん大好きなんで、さっきも話したゆうすけさんの50の質問とか、うん、はい、泥酔動画とか、あ、で泥酔反省動画とかあれね、やりたいんですけど撮ってください皆さん。ちょこちょこはある、うん、ちょこちょこはまとめてやりますか、年末ぐらいぐらいに、多分青反省会、うん、年間反省会、対象はぐらいの一箱一緒に働いてるスタッフ、みせこにメッセージあれば。何があるだろう。いやいやいや、照れくさいからこそこういうとこ言わないと。でも強いて言うなら、はい、なんかいつもなんか、うん、フォローありがとうございますって感じです。ああ、いいですね、うん、感動だこれ。俺別になんか、なんだろう、別になんか先輩らしいことしてないのになんか繰り上がりで上になっちゃってるだけだけど、なんかそんな先輩扱いしないでほしいです。あ、もっと仲良くなりたいっていうか、ラフに行きたいな、うん、一生新人で行きたいです俺ははい、じゃあ残り2つ、はい、49番、はい、いつも来ていただいてるお客様にメッセージをお願いします。もっとお酒ください。間違いない。いいですか、一言で。大丈夫です、大丈夫です。まあまあ、それが全てですからね。いつも、うん、ニューアオに来てくれてありがとうございます、はい、ありがとうございます。俺にもお酒ください。結局ね、YouTube でいう P の部分とかはもう全 P なしでそう、先が進むにつれてそう、もう最後の方ではもうみんな知ってるみたいな関係ない人もその話理解しちゃったみたいなね。やってますんで。やってますよ。あ、特に週末は、うん、大変なんで。どんちゃん騒ぎで。はい、ぜひ、いつも見ていただいてる、YouTube も見ていただいてる方に、メッセージをお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。もっとコメントで可愛いって言ってください。ぶっかけありますからね。ぜひ、思ってる方はどんどん言ってください。俺は、切り抜き動画回してほしい。TikTok の方でね、僕もあの編集したものやってるんですけど、うん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 、割と見ていただいてる方多くて、なのでぜひ、うん、もっともっとかわいいと思っていただいてる方は、まあ、宣伝がてらかわいかったぞっていうのをね、どんどん上げてもらったりとかして。かわいいよ逆に視聴者の方に画面越しに画面越しにサービスショットですね。切り抜いてください、今ところお願いします。お願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。50問
達成ということで、ね、きっちり NG なし。なし。なんだかんだ P なしとは言いつつも、際どいところたくさんありましたので、どうでしたか、50問。聞かれて、うん。もう NG なしだから、はい、もう、いやってなっちゃう。いやってなっちゃう。もう、もう言っちゃう。言っちゃってもいいかな、みたいな感じです。これでもまだ酔っ払ったらもっと出ますよね。多分。もっと生々しいやつ。全然出てくるかな。どうでした？俺もなんか、だんだんなんか、うん、ね、服剥がされてる感じがしたじわじわ、恥ずかしかったです。恥ずかしかったです。まあまあ皆さんね、他にもあるだろう質問とかあるかもしれないですけど、うん、厳選した50問だったので、そうね、リクエストとかもあればね、うん、コメント欄かなり見てますんで、そちらでリクエストあれば言っていただいて、うん、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。